はい、どうも、タクチャンネルでございます。自分は東京の蒲田でね、お店やってるんですよ。こういうカードゲームだったりとかね、ミニチュアゲーム面白いよ、のお店やってます。はい。で、今回はですね、またちょっと転売ヤーの話題になるんですけども、はい。で、まず今回話す転売ヤーはですね、本当日本最初期のね、一番最初の転売ヤー。そして、それに伴ってたまごっち事件ね、バンダイのおもちゃのたまごっちにまつわる話ですね、をしていこうと思います。はい。というのもね、今ね、転売ヤーの話題がね、結構、今ね、ほんと時事ネタとしてはね、あれなんですよ。なんかイソジンのうがい薬をね、買い占めてね、こうメルカリですごい高値で出品されてるっていう、そう、なんか大阪の府知事でしたっけが、なんかイソジンのうがい薬がね、こうコロナの重症化に効くっていうね、そういう聞くかもしれないというチャンスがあるという話をしてね、そう、それでもう買い占めがもう案の定起きていると、そして転売も起きているということでね、はい、転売屋の話題は尽きないんですけども、今回これから話すのは、もう日本最初期の転売屋ですね。はい。でね、昔はですね、転売屋のその転売先ですよね、今メルカリだったりアマゾンが主流だと思うんですが、昔はですね、ヤフオクしかなかったというか、そのね、まあ、これから話すそのたまごっち事件によって、ヤフオクのユーザーが爆発的に増えるんですよね。はい、という事件が起きるんですけど、そう、その日本最初期の転売屋っていうのはですね、そのバンダイのおもちゃが起こしたんですよね、俺が把握してる限りでは。で、その頃ヤフオクっていうのもね、一部の人が利用している、ちょっと、だから人によってはさ、ネットで買うのってちょっと怖くない？みたいな、ちゃんと振り込んで商品届くの？みたいな、そういう次元のね、ほんと20年ぐらい前の話なんだけど、俺が大学生ぐらいの時だよね、本当に大学生高校生、結構前ですよね、だから、そう、だからネットオークションで買って買うのちょっと不安じゃない？みたいな、そういうレベルの時代だよね。そう、だからその頃はまだヤフオクというものもそんなにメジャーではなかったというか、皆さんが当たり前のように使っているものではなかったみたいな、そういう時代にですね、バンダイがね、もうメガヒット商品であるたまごっちというおもちゃを出すんですよ。そう、たまごっちって知ってるかな、今でも新機種が出てます。はい。で、さらにはそのたまごっちの進化系としてね、デジバイスって、今ここにデジカあるけど、そう、デジバイスってものが出るんだよ。たまごっちは、その、なんか卵からね、なんか謎のたまごっちという生物が生まれて、で、そいつにこう、餌を与えたりとかね、うんこしたらこう、水を流したりとかして、こう、育てていくと。そうすると進化していくんだよね。そう、いろんな、その育て方によって、姿の違うたまごっちに進化していくっていう、そういう、こう、小さなね、こう、デバイスの中で、こうペットを育てるっていうね、すごいその当時革新的なね、おもちゃで、しかもちょっとそのうんこ流さずにそのまんまにしてたりとかして、でそれで死んでしまうケースもあるんだけど、こううまいことやると、こう親父っちっていうね、隠しキャラに進化するとかね、そういう面白い要素があったりしてね、そうそう、すごいヒットした商品、たまごっちっていうのがあって、そうで、ちょっと話したけど、そのたまごっち同士を戦わせるようにしたってやつがデジバイスなんだよね。だからほぼたまごっちの進化系なんだよ、デジモンって、もともとは。これ意外と知らない人いるでしょね。今でこそ、今デジかね、アニメを朝ね、日曜やって、日曜だか土曜だか忘れたけどやって、でデジカっていうものをリリースしてね、カードゲームで戦うようになってて、で今年末にもデジバイス出るのかな、新しいデジバイス出ますね、そのたまごっちの進化系ですよね、が出ます。でそのたまごっちが大ヒットしてですね、その1000円のものだったと思うんですよ、確か。で1000円のたまごっちがなんとね、ヤフオクで1万円で売れる状態がね、長く続いたんですね、ずっと品薄で。そう、だから、そう、俺はそんな転売とかしてなかったからね、その当時は。その当時のそのヤフオクを使いこなしてた人たちがですね、その1000円でたまごっちはね、もういろんなおもちゃ屋さんも巡り回ってね、買い占めて、それで1000円で買ったものが1万円で売れるってことをやってたの。そう、これがたまごっち事件です。ただこれ
その転売屋が出現したというのがね、事件ではなくて、これさらに事件が続きますよ。これとんでもない事件に発展します、これ、でですね、そうで、そういう転売屋の中にはそれでもう数千万稼いだ人がいて、うん、だからもうなんつうの、ちょっと前のニュースでいうところのその仮想通貨で送り人になりましたみたいなね、そんなノリでたまごっちで数千万稼ぎましたみたいなね、人がいたらしいです。はい。でそういう中でこうどこ行ってもたまごっちがなくて、でもちろん個数制限もあるんですけど、うん、でもそんな中ね、ちょっと俺の個人的な思い出で言うと、うちの父親がですね、まあある某有名デパートに勤めてて、それでその当時おもちゃ売り場っていうのもね、デパートのおもちゃ売り場もまだね、まだ生きてた時代なんで、そう、それでね、兄弟の3人分買ってくれたんだよね。それを覚えてるんだけど、そう、それぐらいこうみんなが一つ持っておきたいようなやつだったんだよ。うん、そう。でそういう中でこう転売ヤーが現れですね。でバンダイさんはこのチャンスね、もうとんでもなく売れてるから、うん、これをチャンスだと思ってですね、なんとそのたまごっちの製造ラインを増やすんですね。うん、多分製造の工場を増やすみたいな、そんなノリですよね。で製造ラインを増やすんですよ、バンダイさんが。なんとなんとですよ、うん、あ、ちょっとピンボケしてんの大丈夫かこれ。はい。でそう、製造ラインを増やすんですけど、うん、でなんとですね、製造ラインを増やして、そして増やしてですね、それを大量に全国のおもちゃ屋さんに卸したと。そしたら途端に売れなくなるんですね。わかる？こう十分に流通されると転売屋が買い占めるということがなくなり、そう、たまごっちがね、大量な在庫を抱えた状態で全ての店において、そうで、バンダイはなんとその最初のたまごっちブームをなんと赤字で終えるんですよ。わかる？その転売屋による買い占めを間違ってこう計算しちゃったんだね。うん、その売れる見込みっていうのはさ、こう品薄であるがゆえに転売屋が買い占めるということが起きて売り上がったのに、それを間違って計算してしまってですね、結果としてその最初のたまごっちブームは赤字で終わるっていうね、これね、この小売業界ではね、めちゃくちゃ有名な話なんですよ。うん、そう、うん、だから今となってはそのね、少数であるから売れるっていうね、減数生産による、それによって売れるっていうさ、そういうからくりは今となっては当たり前なんだけど、その当時はシンプルにその売れた個数から売れる 見込みを算出してたんだよね、メーカーでも。そうということでですね、なんとその転売屋が出現し、さらにはそれによってバンダイが間違ったね、売上見込みを算出し、それによってね、製造ルートを増設して最終的に赤字で終えると、うん、でもとは言ってもそのたまごっち、最初のたまごっちブームっていうのはもう伝説レベルだったんで、やっぱ今でも長く続くコンテンツとしてたまごっちっていうのを作ってて、で今ではそのたまごっち同士をお見合いさせるとかね、そういう仕掛けがあったり、そしてデジバイスっていうね、男の子向けのたまごっちっていうことで戦えるたまごっちっていうのでデジバイスが出たっていうね、そう、そういうことになってるんですよ。はい。というね、こう転売ヤーからね、始まったね、この悲惨な事件っていうのをね、今回話しておきたくてね、はい、動画にしました。はい、ご視聴ありがとうございました。なんかね、中盤からちょっとこれ多分ね、スマホのせいと、この照明が暗いせいなんでしょうか、ちょっとピンボケが激しいんですけど、すいません、これ。はい、ご視聴ありがとうございました。